かしやっぱりねスピードも怖いですけども もっと大事なのはコントロールですからね。やはりそうなんですか。あまり、ね、速くなくてもきっちりコースに決まるとバッターと結構打ちにくいんですよね。ランナースタートを切った。仕掛けてきました岡田監督、盗塁成功です。バルディルスに投じた2球目で野中が動いてきました。今シーズン野中の5つ目の盗塁。ルーキーの立ち上がりを攻めようというオリックスです。野中、打席にはバルディルス。ランナースタートを切った。投げることができません。いや動いてきましたね。動くでしょうね。これ彼の足だったらもうノーサインで行ってると思いますよね、はい、行けるときは行けというサインだと思いますよね。いやーこれで今日は2打席ともヒットで出塁、そして2盗塁。足の速い選手は得ですね。そういう意味では当然バッテリー警戒はしてくるでしょう。ランナースタートを切った。キャッチャーは外して、それでもセーフ。野中今日3盗塁。いや今加藤さん、クラとしては外に外したようなボールになりました。それでも二塁を陥れました。警戒をしてて間一発セーフですからね。はい、いやこの野中が今日は素晴らしいスピード、素晴らしい武器になっています。しかしこれ坂口が帰ってきてもこの足を見せられると変えられなくなってしまいますよね。これ逆に言うとチャンスを野中が何とか掴んでいるということですね。坂口選手の怪我という思わぬ形で、スタメンのチャンス回ってきてますけれども、はい、そのチャンスうまくものにしてるんではないかという印象はあるんですが、ご自身ではいかがですか。まあ、一日一日全力で、取り組んでいる結果だと思いますけど、まあ、ここ数試合スタメンが続いてますけれども、はい、試合にはどんな気持ちで臨まれてますか。いやもう自分のできること精一杯、全力尽くして頑張ろうということだけです、はい、その自分のできることセールスポイントはズバリどこでしょう。そうですね、やっぱり塁に出てやっぱり相手をかき回すこと、盗塁とか走塁の部分でもスピード感ある野球っていうのが自分の武器だと思うので、そこを出せればいいかなと思いますけど。昨日のゲームなんですが、まあ、3度出塁をして、そしてまあ3度の盗塁全部成功となりました。まあ、思い切ってスタート切って、成功できたので良かったかなと思います。特に3つ目の盗塁なんですが、はい、まあ、その後バルジリス選手が敬遠で、はい、イデホ選手がサヨナラヒットということで、あの盗塁が非常に大きかったのではないかなと思うんですが、いかがですか。もうあの場面はもう割り切ってもうアウトになってもしょうがないっていうぐらいの気持ちでスタート切って、まあ、いいスタート切れたんで、まあ、運よくセーフになれてよかったかなと思います。